B110 サニーの激闘の記録をですね、はい、あのサニー50周年ということでいろいろとお話ししていきたいと思うんですけど、はい、今日いろいろとあのお話をお二方にお伺いするんですけど、僕らだけではちょっと心もとない、ちょっと心もとないということで、ね、はいはい、あの協力結果をお呼びしました。大内さんお願いします。皆さん大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。トークショーの時に、はい、お分かりで助けていただいたところで、しまは頑張っています。はい、はい、じゃあお呼びしましょうか。はい、それではお二方をお招きしようと思います。皆様大きな拍手でお迎えください。鈴木修二さんと和田隆夫さんにお越しいただきましょう。よろしくお願いします。どうぞステージへお上がりください。私から簡単に乗せていただきます。はいはい、まずですね、真ん中のお席かけていただくのが和田隆夫さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1973年富士マイナーツーリングレースにまず熱海でデビューされた後、はい、TSFP1600X2F3000GC グレー A と国内主要のレースほとんど全てに、ほとんどじゃないですね、全てに参戦されています。日産ルマン初完走のメンバーの一人でもあります。今日はいろんな話伺っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、そして、お隣が鈴木修二さんです。現東名パワード代表取締役社長兼会長でございます。1968年日本のレーシングチューナーの草分け的存在となる当社を、お兄様であります鈴木誠一さんとともに創設されました。はい、さあお話に入っていく前に大内さん、はい、このよくマイナーツーリングレースというところに聞くんですけども、これはどういったレースだったんでしょうか。もともと富士スピードウェイが66年にできて、はい、まあ、いろんなリングカーがあったりやってきたんですが、その70年を境にワークスが撤退したわけですね。メーカーがいなくなると、プライベートのレースとして富士 GC シリーズとか立ち上がりました、はい、その中で、ツーリングカー部門、ツーリングカーレースを発展させようと。で、これは世界的に共通なんですが、 1300cc を境に、名称はいろいろありますが、日本の場合は1300以下をマイナーツーリング、はい、まあ、特殊ツーリングカーですね、 TS、はい、こういう名称をつけて、それからそれより大きなレースをスーパーツーリングカー、はい、GTR が走ってたレースですね、はいはいはい、というような形で70年境に定着したレースです。それを前はツーリングカーレースができまして、はい、そこにサニーが出てきました、はい、この時もじゃあ透明レーシングが出てきてるわけですよね。サニー、この今映ってる画面の写真がそうなんですが、はい、そうですね、はい、これスカメマークですから、当時のマルゼン石油ですね、はい、その今のコスモですね、コスモ石油の、はい、でしたっけ、母体になりますけどね、はい、でここに1台だけ東名自動車という形で、はい、当時大森 の宣伝課のいわゆる自販契約を結んでた鈴木誠一さん、はい、こちらにおられる修二さんのお兄様に当たる方ですよね、はい、お二方で東名自動車を作られて、それで、まあ、レースをレース活動を展開していこうというようなことでやってた企業だ会社だったわけなんですが、はい、それが新型のサニーを作られたと。鈴木さん、透明レーシング的にはこの参戦にあたってどのようなモディファイとか対策を施して出てこられたんでしょうか。そうですね、透明自動車は1968年の設立でございます、はい、技術者でありドライバーである鈴木誠一と私が代表で立ち上げて、はい、まあ、やった会社なんですよ、いたんですよ、はい、そこで兄と一緒になってその、亀井さんと一緒に作ったという、まあ、それが始まりですね、過去ので、さっきと設計しちゃったわけでございますけど、和田さん、この時はまだ和田さんはデビューされてませんよね。そうですね、ちょうど高校生ぐらいでしたんで。透明サニーの噂というのは、あの雑誌で当時オートスポーツとかオートテクニックという雑誌ありました、はいはい、それでマルゼンテクニカサニーをバンク走ってるの、さっきの最初の写真ですね、卒業したらもうこれしかないなと、これしかないなとずっとじゃあもうレーサーその頃から志して。そうですね、はい、で和田さんのデビューというのが72年ですか、3ですか、73、そのぐらいですね。サニーじゃないですよね、初めは。いや、近所の中学の先輩が、はい、みんな寄ってたかって車作ってくれまし て、それで改造して、まあ、簡単に改造できましたんで、1作れまして、それで改造して、まあ、簡単に改造できましたんで、
1103人でいきなりレース出まして。おーちゃん、当時はそういう方多かったんですか？いや、僕も実はよく知らないんですが、ちょっとやっぱり仲間同士とか、そのチューニングショップっていうかお店レベルぐらいでみんなでワイワイやって車作れたようです。はいはいはい、昔から外用品屋さんっていうのはあるんですね。やっぱり時代で、それでまあパーツはね、スピードショップっていうのはいろんなところにありまして、はいはいはい、そういうと、先輩が集めてきてくっつけて、それで走らして見事に玉砕しまして。玉砕ですか？はい、これは違うなと、それで横浜に松岡自動車っていうのがあるんですけど、はい、そこに車を持ち込んで、ちょっと走れる車を作ってくれということで全部給料をつぎ込みまして、はい、そこで、いきなりそこで持ってったらもう全く違う車ができまして、はい、おかげさまですぐ優勝させていただきまして。本当にデビュー戦では皆さんが手弁当でやって、松岡さんには給料全部つぎ込んでということで、意外とレーサー志す方、お金持ちの息子さんとか多いんですけど、和田さんの場合違うんですか？私はね、もう高校卒業してすぐに家の近所、実家の近所にガソリンスタンドがありまして、はいはいはい、そこで本当からバイトしてましたんで、3年間真面目に働くから、はい、先に退職金をくれと。で、当時1103人が確か70万ぐらいだったと思うんですね、当時で、はい、中古50万の退職金が、その車を買って、先に退職金をくれって言った時に、はい、そこの社長さんは何とおっしゃいました？高校の時にバイトや長くやってましたんで、すぐ OK してくれて。OK ですか？程度に高値で。でも4年間勤めましたよ。あ、そうですか。はいはい。さあ、それで実際同じサーキットを松岡サニーで走って、はい、東名のサニーとはどういうような戦いをするんですか？どういう印象を持たれました？いきなり当時の高橋健二選手という、はいはいはい、後々にずっとお世話になる先輩レーサーがいたんですけど、たまたまサーキットのすぐそばの民宿で一緒の宿だったもんですから、はい、いろいろ手ほどきいただきまして、ご指導もいただきまして、はい、比較的早く、その、なんていうんですかね、トップクラスの連中と一緒に走らせていただける機会がありましたんで、で、東名の、その、当時、そうですね、僕、マイナーツーリングの下のクラスでしたんで、はい、ツーリングチャンピオンレースっていうのは A クラス、B クラスってありまして、B クラスの方は、先輩レーサーなんでね、もう経験を積んでる、はいはい、レースで、 A の方がよりビギナーに近いわけですね。そうですね、はい、駆け出しが A クラスだったんですけど、はい、で、アローカとか B クラスよりいいタイムを出しちゃいまして、予選で、はいはい、こいつはなんだとということで、目をかけていただきまして。山本さん、高橋健二さんというのはどのような方だったんですか？やはり和田さんと同じく、はい、まあ、和田さん今おっしゃったように、はい、元々プライベートでレースを始めた方、ちょうど3年ぐらい早かった、70年ぐらいからレースをまたっていう記憶があるんですが、まあ、こちらの皆さんの中でもアドバンカラーのエースゼッケン24番ションで走ってた方といえば思い当たったりないか、はい、そうですね、はい、はいはい、ということですからね、アドバンカラーとまでも僕はですどうしても和田さんのイメージのが強いわけですけども、和田さんも横浜一筋ですよね？そうですね、最初に GT スペシャル3人っていうのを横浜で、はいはいはい、これですね、はい、一応前トップ走ってるように見えますけど、その前にテクニカル3人が多分いると思うんですよね。この前にいるわけですね。この辺にいると思います、はいはい、一応その GT スペシャル3人で横浜で用意していただいた車でやらせていただきました。この時はエンジンはこれ透明のエンジンです。あ、そうなんですか、はいはい、そうですね、透明のエンジンです。乗られてどうでした？やっと透明のエンジン手に入れたのみたいな。そうですね、プライベートから乗り換えたのがこの GT スペシャルで、はい、エンジンは透明のエンジンでしたんで、もうおかげさまで前の方ずっと走らせて、はいはい、スタート乗ったドライバーの方のお話もぜひ聞いてみたいところなんですけども、実は和田さんがスタートとサニー両方に乗った唯一のレーサーらしいんですよ。和田さんご存知でした？自分でご自身で。そうですね、この後、GT スペシャル3人の後に、はい、
まあ、アドバンサニーもあるんですけど、はい、その間に GT スペシャルスターレットというの、はい、あの関西の桑原自動車の、はい、名前は、はい、車を用意していただいたんですけど、そこの車にも乗せていただきまして、まあサニーで走ってる時はもう なんとスターレットの速い車パワーもありますし、まあ動力性能ではもう圧倒的にスターレットはありましたけど、はい、サニーはやっぱりあの軽量コンパクトっていうか、あとハンドリングが良かったです。あと空力が良くて、さっき言いましたようにエンジンが1万回転以上回せ、まあ、実際僕1万回しか回したことないんですけど、まあそんな感じでゴムに走れたような気はしますね。ただ、はい、サニー乗ってる時はスターレットがめちゃくちゃ速くて、なかなか抜かせてくれないんですよ。なかなか勝てなくて、でスターレット乗ってる時はなんてサニーは速いんだろうと。いや実際速いんですよ、サニーが一緒に走ってて、あの どっちかというとスターレットはオーバースやな傾向でしたんで、なかなかコントロールがちょっと難しかったもんですから、圧倒的なパワーはあるんですが、その賢いサニーをそのうまくかわすっていうのは、一回後ろ下がっちゃうと難しいんですよね。だから とにかく常にサニーの前に走ってないとダメですね。大内さん、ただもうアクセル踏んでいいっていうわけじゃないです。そのところ頭も使わないと勝てないレースだったってことですよね。あの性能がほとんど近似してて、はい、でドライバーの技量も高いところで競ってたり、はい、とやっぱりほんのちょっとのこう隙を見つけたり、ことは悪いんですけど、こう罠にはめるっていうんですか、そういうことをやらないと勝てなかったようですね。何か話によると本当に最終ラップの最終コーナー立ち上がるトップで抜けた選手は勝てないというようなジンクスもあったと言っておりますが、あの結局後ろ疲れて、はい、スタート通過までにスリップ使われて抜かれちゃうんですよね。なんで皆さんやっぱそこで牽制して上がってくるわけにもいかない、もう皆さん全開ですから、はい、だから全開で逃げながらでもトップには立ちたくないなとっていうような、まあ、実用だったようです。で最後の一周がもう本当にスプリットレースみたいになって、もうそこら辺は和田さんにちょっと伺ってもらうと分かるんですが、どうも最終ラップだけは特別だったようです。和田さん、その辺はいかがなんでしょうか。そうですね、富士のコースレイアウトの関係で、はいはい、どうしてもコントロールにその最終コーナーを、まあ、ベストは多分2番手だと思うんですよね、経験で、はい、2番手上がってきて前の車をかわして腹の差でゴールするっていうのが、はい、基本的だったと思うんですけど、富士は最終ラップに入る前の1コーナー、1コーナーの位置取りなんですよ。ですから、はあ、あのサニーのサニー、まあ、サニーだけのレースでしょ、スターレット抜きで、はいはいはい、サニーだけのレースの最終ラップの1コーナーの位置取りはとにかく迫力がありましたし、ええ、アクシデントもかなりそこで発生する可能性が多かったですね。ぶつけ合うなんて当時は日常茶飯事ですよね。いやなかなか、ぶつかっちゃったらそこで終わっちゃいますんで、まあ、何回もありましたけど、はい、やはりその1コーナーの1コーナーをトップで、トップまたは2番手で入りたいがために、ファイナルラップの1コーナーは5、6台がそこに集中するわけですよ、はいはい、位置取りで、で先頭で入れるのは1台だけですから、まあ、そこで1番、2番手に行かないとやっぱり権利がないんで、じゃあもうポールトゥーウィンなんて考えようがないようなレースだったんですね。ですからトップで1コーナー回ったらもう後ろを引き離さないと優勝できないわけですよ。ですから最終ラップはもうみんな一気にタイム上がるわけですよ。それまでこう走ってたタイムとはまあコンマ何秒なんですけど、めちゃくちゃ速いですよね。でうかうかしてたら本当に置いてかれちゃうんで。鈴木さん、どのような気持ちでご覧になってるんですかね。そうですね、これはもうドライバーに任せるしかありませんので、はいはいはい、ですからもう本当にドライバー次第ですね。ですからその一つ和田君に聞きたいんですけど、1コーナーの入り普通はアウトインでみんな来ますよね。和田君なんかそのレースの時にアウトアウトで行く時もあるよっていうことを
話したとしましたんですけど、そこら辺どうなんですか。最終ラップに限っては、はい、もうラインもヘチマもないんですよとにかく、まあ、とにかくテストとかで走る場合は、ええ、基本的にアウトインアウトで、コースレコードを通って、そのラップタイム稼ぐんですけど、レコードを通って、そのラップタイム稼ぐんですけど、いざレースになるとレースは相手と自分のレースなんです。そうですね。ですから、もうそういうと位置取り、あと位置取りですから、今これ見ていただくと、一番前がね、これ杉崎直さんなんですね、はい、で、2番手が僕で、アドバンが2台続いてますが、ケンちゃんかな、萩原くんかな、萩原くんかもしれないですね。で、ここにシビックがいるんですけど、はい、富士はシビックはそんな速くないですよ。話になって申し訳ない。あ、いやいやいや、鈴鹿行くととんでもないですよ。もう低速トルクはすごい、トルクバット広いんで、シビックに前に行かれちゃったらもう勝てないです。鈴鹿では、鈴鹿では、はい、富士はもう全然シビック前行っても何しても全然問題ないですけど、そのくらい車のその空力のとかエンジンの差がありました。だから1位から本当これもう5台ですけど、こんな感じでストレートのことを考えて走ってますから。そうですね、これで権利あるのは萩原君までですね。もう4番目になっちゃうと、もう、はい、これでもしゴールでしたら、前の 1,2,3 で決定です ね, ですね。やっぱり隙を見せると、今和田さんおっしゃってくれましたけど、権利あるのが萩原明選手までだと、まあ、まさにそうなのかなっていう感じで、後ろを見ながら前も見るっていうね、このポジションの人からです。はい、ですから今萩原さんが和田選手の後をついてるような格好でになってますね。24番目ですね。はい、これ100アールなんていうのは多分少し反射する車を寄せて、はい、後ろの車のライン潰してたはずなんですよ。だからそういうことまで計算しながら走ってた、すごい列でしたね。当然サニーに追われますが、先ほどの和田さんの言葉がいいと思うんですけど、はい、もう全然乗ってみると早いと、はい、でカンカン飛んでいけると、で調子よく浮くと最終コーナー登ってストレート来たぞ、ほら見ろ、打ちに行ったぞつって、ミラー見ると真後ろにサニーが、サニーがいると。スタルトのドライバーとの明らかにこう自分たちの方がアクセントレンジであるにもかかわらず、はい、真後ろ疲れたとき、なんかね、こう背後霊に疲れてるじゃないんですけど、何なんだこの車って思ったらしいですね。経験何でもございました。両方の立場やってますよね。そうですね。本当にサニーは本当に早かったですね。スターレットってさっき言いましたように、だからスターレットは前にいなきゃダメなんですよ。はい、前にいないと。後ろに回っちゃうと、その、まあ、1台、3人が1台だけでいったらいいですけど、もしいられたら、なかなか今度前出ていくのが大変ですから、いやー、サニー、スターレット乗ってる時は、サニーの速さにはびっくりしましたね。まあ、ライバルとして挙げるとしてれば、どなたになるんですか。いやいや、もうライバルというか、大先輩の高橋健二選手ですけど。とにかくサニーがナンバーワンでしたから、高橋健二選手は、はい、でも和田さんは、B110 サニーのシリーズチャンピオンをお取りになってらっしゃいますよね。そうですね、110の最終が1982年ですか、はい、2年にもう110は終了ですよと、はい、ということで、最後のレースで、はい、手前1万回転回しまして、ここにいる会長の、はい、透明サニーと鼻の差でゴールして、それ多分3位争いぐらいだったと思うんですけど、はい、前でゴールした方がチャンピオンだったんですよ。ああ、なるほど。で、その3位上がってきてから、私後ろだったんですけど、ドロターで刺すんですけど、もう30センチ差で勝ったんですが、30センチですか、4速で1番まで回しまして、5速入れられないんですよ、怖くて。もう4速だったらしいです。24番と25番の争いだったんですけど、はい、アドバンサニー同士で、私は最後にチャンピオンにならせていただきまして、はい、この頃ですか、和田さんのルックスと言いますか、風貌に話題になってた時期じゃないのかなと思うんですけど、ヤンキーのカリスマとして
どうですかね、あのメガネはあれ伊達だったんですか？45度は別にあまり意識はしてなかったんですけど、そんなつけてましたね、はい、ちょっと あまり多くを語りませんね。やんちゃだったのかもしれないですね。やんちゃだったんですか、あれはキャラとかじゃなくて、ただ目が悪くて、金眼だったもんですから、はい。あの角度のメガネってあれはどこで買ったんですか？なんかさっき聞いて面白い話を聞いたんですけど、高校生の時に同級生がああいうの買ってきまして、どこに売ってるんだってことで厚木の方行って買った覚えがあります、はい、ほんとしばらくはね、あのキャラで売れてる時期ってのは非常に注目が、僕もあれで初めて面白いレーサーの方がしかも速いって。どうですか大内さん、あの頃そういう個性のある方ってね、ずば抜けてましたよね。いや、かった中でも怖かったですけどね。怖かったですか。話あの初めて接したのっていつ頃ですか。80年か81年ぐらいの GC で確か和田さんが勝ってたんですけど、ちゃんで、はい、話をワンコメント取りに行こうかなと思って、やっぱりちょっと躊躇しましたね、はい。実際にあの声かけたら話できるようになったのは、それからあと GC の時代になってからなんですが、はい、あの全然見た目ずっと失礼なんですけど、ね、横にいらっしゃるんでなかなか言いにくいんですけど、いや、いい方でした。いつでもありますし、チャンピオン取った車でもあるわけですよ。で、ね、もちろんグラちゃんとかあのフォーミュラとかあるわけですけど、やっぱ特別じゃないかなと思うんですが。そうですね、ですから110サニーがなかったら、はい、レーサーにはなってなかったですよね。はいはい、はい、この車があったからレースができたと、ええ、後々にあのスタレットなんていうのは、ええ、まあ、あのプロになって乗せてもらっただけですから、はい、自分で入っていったら110ですので、はい、オメイレーシングにとっての110サニーっていうのは最後になりますけども、あのただのエントリーモデルだったサニーがこれだけ愛され続けて、サーキットでもこれだけ活躍し続けてっていうことで、日産にとってもですけど、モータースポーツにとってもこうやって和田さんのようなレーサーを輩出してきたということで、もういい、なんて言ったらいいんだろうな、もしサニーがなかったらと考えると今のモータースポーツ随分変わってたかもしれませんよね。逆にない状態っていうのが想像できないですよね。ないですね、これは。ただとにかくそういう意味であの使いやすいし壊れないしタフだしすごいいい車だったと思いますね。今ちょっとないんじゃないですかね、こういう車。まあ、ただ一つ言うと、もし B1 番のサニーがなかったらレーサー和田隆夫は存在しなかったってことですもんね。さ今言いましたように、各チューナーがいろんなところ、全国いろんなところで、はい、でも手掛けられるような、言っちゃ失礼ですけど、車作りをできたというのが大きかったと思いますね。はい、さあ、ありがとうございました。さあ、じゃあ最後になりますので、あの今日もこれだけ立ち見も含めてたくさんの方が集まっていただいてます。お二方から一言ずつご挨拶いただいてよろしいでしょうか。まずじゃあ鈴木さんから。今日は、トークショー皆さん大勢の方、お集まりいただきましてありがとうございます。私も、東名自動車始まりまして、東名パワードという、社名も変わりまして、48年、まあ、当初はレース、だけということで、まあ、その会社を設立したんですが、まあ、その部品も始まり、まあ、昔はあのストリートチューニングが流行ってましたので、それもやりまして、まあ、ある程度、まあ、レース界に貢献したというふうには自負してるんですが、まあ、東名レーシングというチームを作りまして、まあ、フォーミュラ、ツーリンカーからフォーミュラーまで全てのエンジンを手掛けたということで、非常に、私はもうラッキーじゃなかったかと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。和田さん、一言お願いいたします。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。ショーに来ていただきましてありがとうございます。サニーの話ね、まだまだいろいろ聞きたいと思いますけど、年にね、毎年年末にあの二層フェスバルっていうのを富士スピードウェイでやってますので、この続きは今年の二層フェスバルでまた話したいと思いますので、ぜひ参加いただければと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。私ありがとうございました。じゃあ大内さん最後かけますか。やっぱりこう世界的に見ても、はい、サニーっていうのは稀有な存在で、はい、
どれほどまでにこうなんですかね、あの入門編からトップのプロまで、はい、こう需要に応えたっていうんでしょうか。もう珍しい存在の車で、逆に言えばその車の作り自体が非常に合理的シンプルで、日産のこう考え良かったんでしょうね、きっとね。だから作った日産もレースでこんな活躍するとは絶対思ってなかった。思ってなかったですよね、はい、それは。はい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 。でもそれがやっぱりここにいらっしゃるあの東名自動車や以下いろんなチューナーの方、はい、あるいはドライバーの方が参入してきて、で競い合ったことで、その勘違いって言われたようなスターレットをやっつけちゃうわけですよね。やっぱりすごいなっていう。もうただそれだけですね。なんか人生の縮図みたいな車かもしれないです。人生の縮図いいですね。うまくまとまったところで、じゃあそれでは、皆さん長時間ありがとうございました。この時間これにて終わらせていただきたいと思います。和田さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。そして大内さん、どうもありがとうございました。